イタルズバーチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらのボトルでございまして、駒ヶ岳のプライベートボトルでございまして、箱の方こんな感じで歌舞伎のイラストが描かれておりまして、まあ歌舞伎といえば長浜蒸留所の歌舞伎座エディションというのがありましたけど、あれを思い出すような歌舞伎見ると、これ見るとな、まあウイスキーで歌舞伎っていうな。ボトルの方もこんな感じでございまして、かっこいいな。これこの赤い色も相まっちゃかっこいい。こちらのボトルなんですけども、シングルカスク駒ヶ岳の2015角打ちベースポップアップ渋谷という、角打ちといえばお酒屋さんの角の方でいっぱい飲むスペースなんですけど、こちらはおしゃれなスペースで、以前長浜蒸留所さんがお使ってはったな、うん、そちらのプライベートボトルの第1弾ということで、ワインカスクなんですけども、ここに QR コードがありまして、それで読むとボトルのデータが見られるということで、アルコール度数が48度、内容量は 700ml で、2015年に蒸留されて、瓶詰め年月日が2022年ということで、7年熟成ですね。でカスクタイプがワインカスク、最初から最後まで全てワインカスクで、駒ヶ岳でワインカスクで最初から最後までワインっていうのは、まあちょっと珍しいかなと思いますね。プロモーションの特化型の角打ちスタイルバーの角打ちベースポップアップ渋谷のプライベートボトルということで、世界中から注目を浴びるマルスウイスキー駒ヶ岳の珍しい 100% ワイン樽熟成ということで、ここに珍しいで書かれてるわ。あ、そう、うん、でワイン樽由来のエレガントな効果をお楽しみくださいということで、これ価格の方が16,280円、300本限定ということで、こちらの方入手することができました。テイスティングをしてお伝えをしていきたいと思います。お色の方こんな感じでございまして、赤いな、だいぶ赤い。フルマチュアードということで、まあ、7年とはいえフルでワインカスクということなので、ワインカスクの場合は最後のフィニッシュで使うっていうパターンがね、どちらかというと多くて、まあ、フルでワインカスクでいくと、やはりちょっとタンニンが出すぎたりとネガティブなものが出やすいというのが懸念されるんですけども、これはどうでしょうか。まず香りの方いってみたいと思います。フルーティーが来るかと思うと、タル感結構あって、ただやっぱり赤いフルーツあるな。フレッシュなフルーツというよりはもうドライフルーツ、エステリーというか接着剤の感じ、ゴム系、ゴム系な、うん、ゴムそのものの香りではないけど、バーボンのようなあれじゃないけど、でもちょっとあるな、接着系な、ちょっと接着剤系って言ったんですけど、まあ、それちょっとより感じるけど、それとともに赤いフルーツ、ドライフルーツのあたり の, あのフルーティーなものもあるな。僕は好きやけどな、フルーティーな感じで。いや好きです、香りいいな。これあのシングルカスクで度数が48度で加水されてるので、大体シングルカスクやと結構カスクストレングスで出される場合が多いんですけども、これはそこまでだからアルコールの刺激っていうのはほとんどでもないけど、刺激は少なくて、でそれよりもエレガントな感じがすごくありますね。まあ、熟成も結構長めな方が、ワインカスクやから7年ぐらいがちょうどええんやろな。これもっとやってしまうとタンニンが出たりするんやけど、タンニンの感じもそんなないもんな。モルティーさんもしっかり残ってるし、うんうん、加水で飲んでみたいと思います。フルーティーさがすごく来るわ、フルーティーが前面に出てきよるね。赤いフルーツ、ブラックベリー、うん、カシス、ブルーベリー、うん、そのあたりのフルーツがいろいろと押し寄せてきて美味しいです。ロックで飲んでみたいと思います。ロック、うまい。よりフルーティーよな、冷やされて閉じるっていうこともあんまりないし、ワインカスクのいいところが結構随所に出てるっていう感じやね、うん、それぞれ飲んだ時の接着感っていうのがあまりもうロックにすると消えてるというか、もうどんどん後ろに下がるね。ちょっとフィニッシュにかけてスパイスみたいな感じも、うん、シナモンの感じ結構出るよな。シナモンも、うん、なかなか美味しい一本でございます。明日から当バーでもご提供させていただこうと思っております。気になった方ぜひいらしてください。というわけで、今回こちらの駒ヶ岳のプライベートボトルシングルカスクご紹介をさせていただきました。これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローの方もよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。ちょっと最近うちのバーは入荷がいろいろ立て込んでるんで、アマハガン来るし、あのサントリーさんのあの例の変わったやつも入ってくるしね。あれ楽しみやけどね。煙たい。ちょうどちょっと僕は個人的にサントリーの蒸留所2つ立て続けに行ってるから。
サントリー蒸留所が、まあ、山崎白秋と開きましてね、この間もコメントいただいてて、山崎の動画もう一回やってくださいみたいなコメントもいただいてて、近々行きたいなと思います。僕は勝手に言ってるんですけど、ね、藤木アドバイザーもう山崎白秋とね実は行ってまして、私全く都合が合わずに行ってないので、間もなく行ってね、またあの動画の方で撮っていきたいなと思います。ご期待ください。というわけでおしまい。